さあどうも皆さんこんにちは、トリビです。ということで、今日ですね、マリオカートエドダックスやっていきたいと思うんだけど、実況者フレンド戦ですね。ビッグゾーンに誘われました。3人1組のチーム戦で戦う感じで、あとはポケモン勢とマリカ勢がまあごっちゃ混ぜになってるよみたいな、そんな感じなんだけれども、俺のチームはですね、まあマリオカート8界の神のもうボスナさんと、あとはポケモンカード界の神東進さんが、一緒のチームですね。まさか俺さ、マリカ動画で東進さんの名前使うことになると思わなかったんだけど、まあ、東進さんは、ポケカの元世界チャンプですね。あれなんだよね。今回ね、ダンノーラさんが、多分 VMAX チームかにいるんだけど、その方がですね、ポケモンカードで、なんだっけか、日本代表になったわけなんですよ。俺も出た大きい大会のやつで、なんか2位ぐらいになって、日本代表に選ばれたんですよ。まあ、それのおめでとうフレセンっていうこともあって、なんかポケモン勢ってよりかは、なんかポケモンカード勢も、ちょっと多く参戦しているみたいな。そんな感じなんで、まあ、マリカとポケモンカード両方をコンテンツにしている俺は、まあ、なんとかここのフレンド戦に呼ばれたわけなんですよ。めちゃくちゃ楽しみにしてる。で、残りのチームメンバーは、まあ、多分編集で出してると思うんで、まあ、適当に見ておいてください。全員蹴散らしていきます。あと、多分チームの中で一番点数が低い人は、得点が2倍になるっていう、ルール付きなんだけど、多分俺のチームだと、今、東進さんがなりますね。東進さんね、やばいんだよね。なんか、冷凍を、さっきなんか DM で、チームの DM 動かしてる時に見たんだけど、あ、始まってしまった。1200ぐらいだった。やばい！毎度のことながらね、この実況者フレンド戦は、チームを引っ張ってるマリカ勢がめちゃくちゃに早いんすよ。まあ、俺のチームだったらボスナさん。あとは、まあ、ビクゾー、義足、旗そこら辺かな。まあ、ここら辺が日本代表クラスで、クソ早いから、もう実質5位が1位なんですけれども、向上心がなくなった実況者は終わり、俺はしっかりと1位を狙っていきます。マジで、この、世界のチームを引っ張るのはボスナさんじゃなくてトリッピーというところをしっかりとみんなに見せていく、そういう感じでいこうぜ。ボスナさん多分あれだよね、ゴリラ使ってるよね今回も。だからゴリラに絶対当てないようにここら辺で義足さんをやっていく。あ、これ仕事したんじゃない。やっぱ早いやつから潰していくんだよ俺は。早いやつから、あ、おっとアイテム1個危ないね。アイテムしっかり取って、ボスナさんが前いるときはお尻につけよう。さあ、いいぞいいぞいいぞ、悪くない悪くない。5位はいいよ、もう5位実質1位だから。5位は実質1位、いいねいいねいいね。もうこうやって安定していこう。あのね、みんなはねトリピーのことをねポケモンカード勢かと思ってるかもしんないんだけど、俺実はねマリオカートで実況始めたんですよ。ニコニコ動画時代はねマリカ100本以上上げて、愛の選手とかともマリオカートをきっかけに出会ってるんで、多分ね俺のことをねまだマリカ勢だと覚えてる人も たくさんいるんだよね。最近の人は知らないかもしんないけど、なんと任天堂さんから公式にマリオカートの番組出てくださいって言われるぐらいに俺マリオカートにズブズブなんですよ。だからこそここで塗り替えてやるよ。あ、トリッピーはポケカ勢じゃなくてマリカ勢なんだなってことを。怖い、赤コーラ怖すぎ。これね、モコさん左赤コーラ怖いから、キノコ使ったらアイテム1個交換でしょ。これはアイテム2個無理でしょこれで。お尻にしっかりと、あーっと危ない。いや、これねボスナさん死んだからお尻つけれない。お尻つけ、あ、痛い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 。ちょっと本当は見たいんだけど、あ、待って、つけちゃったつけちゃった。怖い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 、いるよね、おし、ボスナさん後ろいるよね。ちゃんと見ないといけないんだけど、俺見る余裕がない。オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、いけいけ、いや、怖い、いいよいいよいいよ、悪くない悪くない悪くない。ダンノーラさん、俺このフレセンの目的の一つで、ダンノーラさん日本代表おめでとうございますっていう意味を込めてスナイプをする。しっかりとここ、よーし、おめでとうございますおめでとうございます。いつかポケカ、なんでマリカでコラボしてんだ、いつかポケカ一緒にやりましょう。あー、これはダメだ4位だったのにここのサンダーは辛すぎる。お父さんはまずい、お父さんはまずい。うわー、いや、走りは悪くなかった、ねえねえ、走りは悪くなかったくそ、荒れたな。あ、モコウさん3位、あ、いいよいいよ、2位ボスナさん、いや、いいね、だいぶ荒れたけどさあ、それじゃあ2列目やっていきましょう。キノピオハーバー。まあまあ、さっきのね、さっきの試合はもうちょっと事故みたいなもんなんで、お父さんは。大丈夫。俺は、今日は、とりあえずは、結果としては出てなくても、いつもの俺の走りができているはず。俺、その自分を信じて、2レース目ではしっかりと、結果を残してきます。目標。目標3位以内。目標3位以内。行こう。
絶対やってやる。悪い字いるね。でもなんかいいね、なんか実況者フレンドさん、いろんなキャラクターがいていいね。悪い字だけとかじゃなくて。さあ、まずはボスラさんの位置確認。ボスラさんどこいる？あ、やべ、ボスラさんどこだ。ボスラさん後ろか、お尻につけれない。これがボスラさんが分かんない。団子になってる時ゴリラの場所が分からない。いてー、マジかー、マジかー。もっとね、東進さんは兵法、東進さん兵法、世界の東進いたぜ。世界のタグは俺がつけました。赤コーラ絶対東進さんに当てれねえな。よし、ここら辺でゴリラいないね。オッケー、じゃあアイテム2個取って、よいしょ。さあお願い、キノコ3つ、キノコ3つ。うわー、マジか。ちょっと待って10位なんだが、まずいぞ。落ち着け落ち着け。で、このチームタグの世界のは俺が考えたんだけど、ボスラさんがマリカの、元世界一で、その東進さんが最初も言ったけどポケカの元世界一なんで、あ、危ね。しっかりと赤コロ消していく。チームタグ世界のがいいんじゃないですかって俺が言ったんだよね。まあ俺は何もないんだけど、多分オセロの要領でポケカ世界一とマリカ世界一に挟まれたら、あー、ダンドルさん消えなかった。俺も世界一だな、なんかの。おっと、ボスナさんいるよ。この赤コーラ絶対ボスナさんに当てれない。あら、ボスナさん多分右にいるよね。後ろ東進さん、ボスナさんどこだ、投げれない。あー、間違えた。やばい、ボスナさんのこと気にしすぎた。やばい、すいません。うわー、待って、東進さんに当たるよ。うわ、最悪だよ。誰だ今やったの、東進さんを。うわー、健三、鈴木健三さんってさ、なんか1本だけマリカの動画見るけど、そんなに速くなかったけど、もしかしたらめちゃくちゃ練習してきている可能性がある。あの人時間無限にあるから、多分あの人の家の中、精神と時の部屋があるから。あ、危ない、痛い、やばいよ。10位、待って、まずい。キラー多くね。待って、ボスラさんこれどこいるじゃん。まずすぎ。これまずいよ。いける、これ大丈夫。これボロボロじゃない今回。ライバルさん抜け、ライバルリ、うわー、ライバルリ、くっそ。切腹したい。いや、マジごめん、みんな。あ、やばい、世界のドリビの世界の闘神が。待って、マジやばい。あ、やばい、これはやばい。3レース目でございます。はい、レインボーロード、ちょっと待ってね、俺の点数がやばすぎる。マジでこれやばすぎる。やばすぎる、こんなことがあるなんて。これはまずい。ちょっと本当に本気でちょっと前出よう。1試合ぐらいはちゃんとなんか上位の方行って点数取っとかないと、マジで俺が超足引っ張ってる。あと東進さん、みんな東進さんに手加減してあげてくれ、本当に。マジで東進さん、お前ら東進さんにポケモンカードって勝てんのかよ、ポケモンカードを東進さんによ。そう、マリカだけでマウント取りやがって。俺が絶対東進さんの分まで頑張る。よし、いいぞ。サイネだ。いいよ。義足ビーグゾ。いつものメンツだな、本当によ。大丈夫、ボスラさんいない。さあ、これで、ちゃんとしっかりと、スナイプするよ。はい、オッケー、残念だったな、ビーグゾ。ノリ、お前、裏キノコか。裏キノコ、アイテム2個取れない。いや、いいよ。でも3位でもいい。いや、ここでね、出るんですよ、こうやって前に、なんだかんだで。多分ゴリラ後ろいるな、これゴリラ後ろいるな、これ。うわー、もうビグゾ、お前、おー、ちょっと、おー、友達じゃん、普通にね。あー、ナイス、青コーラ、ナイス、オッケー、ゴリラ、ナイス。もうボス、あーっと、待って、焼き鳥、大丈夫、ボスナさんが巻いてくれる、な、大丈夫。俺はここでアイテム2個をしっかり通っていく。オッケー、いいよ、悪くない。うわー、ちょっと待って、なんでおい、なんで今、俺今テレサ押したんだけど、ねえ、みんなから分かんないかもしれないけど、俺テレサ押したんだけど、いや、サンダー回避やってたら俺絶対めちゃくちゃ上位だって、1位いけたかもしれない。あー、終わった、もう今日ダメな日だ。お津田さん、ごめんなさい。トリッピー、これでもトリッピー前線してる。やべ、ダンノールさんと同じ。やばい。ポケモン、完全ポケモン勢と買い争いしてる。最終レース、チクタクロックです。ボスナニキが27点で、トップの方いて、で、東進さんが3点。
どうしよう、3回連続最下位だ。これさ、東進さんがチームの足引っ張ってる、申し訳ないとか思ってたら俺が申し訳なくなるよ。どうすんだよこれ。おこっちはな、もう全然そんな気にせず東進さんにのびのび楽しくマリオカートをやってほしいんだよ。全部主催のせいです。東進さんが申し訳ないって思ってしまったら全部主催のせい。ビッグゾーが悪い、ビッグゾーが全部悪い。さあやるぜ。大丈夫、俺が1位を取ればいいな。結局俺が上位を走ればいい。あ、痛い。大丈夫。アイテム2個を確実に取っていく。さあアイテム2個、あ、強いアイテム来たよ。あ、強いアイテム来たよ。まずいんだよな、マジでマジでな。ちょっとコイン回収。 OKOKOK で、アイテム2個を絶対取っていく。はい、大丈夫、いいよ。ビエラさん、ライバルさん、あ、いいね。スターはいい、マジでスターはいい、マジスター神なんだよな。で、ダンノーラさん、僕のスターに当たりませんか。当たったかな今。ワンちゃん当たってるな。さあこっち、あ、いいよ、いける。モコウさん前。さあここでキノコ1個、アイテム2個交換したい。あ、これちょっと無理だ、これは無理。しゃあない。おーほほ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 、殺意高いね。このサルサッと高、あ、これ死ぬ。オッケー、しゃあない。大丈夫、まだ6位だから全然いける、全然。あっ、しゃあ、オッケー、取った。義足さんいる。さあ義足さん落ちてった今。あ、違うな、ラグだね。義足さん食べたいな、食べたい。オッケー、食べた、食べてない。いや、こいつキノコあるからな。モコさんのボムが怖すぎる。モコさんの、待って、でも待って、危ないよ。モコさんのボムどこ、あ、危ない、分かっていた、しっかりと見ていた。ラインをずらしていく。いいじゃん、最低限の被弾で。最低限の被弾で。これはよし、オッケー、アイテム2個取れた、これできる。いやー、ファナさん、まあ、あと一つぐらい順位上げたい、か前ビクソーか。うーん、いや、いける、よし、オッケー。当たってないけどなぜか来い。いけるぞ、いける。来いわ、来いわ、1位。あーし、やべえ。今回の試合毎回サンダフルのやば。多分投資さんとかだろうな。いや、逆に面白くなってる、うん、フレンド戦がサンダーのおかげで盛り上がってる。ありがとう投資さん。俺はまあ最後に俺5位取ったから、あー危ねえ、ポケモン勢からちょっと抜けれた。見てんだけど。今回下振れすぎ、マジ。今回だいぶ下振れたな。義足ボスナが、1位。あ、でもいいよ、ボスナさん神。キヌガーさん早いんだ、キヌガーさんそんな早いんだ。33点取れるのやばいな。さあ、つうことで、俺は21点。いや、でもこれね、2グランプリ目と3グランプリ目の合計なんすよ。なので、ちょっと、もう一回だけチャンスくれませんか、皆さん。トリッピーリスナーの皆さん。すいません、本当に。結果出しておきます、こんな感じです。はい、で、赤文字になってるのは得点倍になってます。はい、チーム内の最下位の方は得点が倍になってると。ああ、2グランプリ目はちゃんと見せましょう。はい、ということで、今回はこれからやります。ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリビューでお会いしましょう。おー、じゃあな。